24日放送の有吉ゼミ聖夜の特大4時間 SP 午後7時に福岡ソフトバンクホークスから今シーズン2000本安打を達成した内川聖一36と三塁手として史上最多7度のゴールデンクラブ賞を受賞した松田宣浩35が出演。工藤公康55監督に扮したお笑いコンビガリット中の福島義成41と共にギャル曽根 VS チャレンジグルメ企画に挑戦する。今回チャレンジが行われたのは福岡市中央区にある博多もつ鍋24西中洲店。ギャル曽根32を迎え撃つべく博多名物を巨大化したメニュー超巨大もつ鍋博多スペシャルが用意された。その量は通常の8人前、総重量 4.5キロ。大量のキャベツの上に鶏もも肉 700g、 博多名物牛もつ 700g が積み上げられている。普段は大食い自慢のプロ野球選手2人もこの巨大メニューに驚きを隠せない。ギャル曽根からこの企画に参加した理由を聞かれた内川は、オファーが来た際には2人ともレギュラーシーズンの間は家族と過ごす時間がないので本当はお断りしようと思っていたけれども、嫁も娘も曽根さんのファンでこの企画の話をしたら喜んで行ってきなさいと激励を受けてきたと話した。料理が運ばれるとさすが現役アスリートの2人、熱男こと松田は熱がつくものは何でも得意と、熱い鍋も物ともせず大好物だというもつを中心に食べ進め、ギャル曽根を上回るペースで食べていく。一方の内川も貴重なオフの日を削ってきただけあって怒涛のペースで食べ進め、ギャル曽根に迫る。その2人をさらに上回るのが福島。今年は同企画で大食いに5戦挑むも全敗。内川、松田、最後まで食わなきゃ年俸ダウンするからなと工藤監督になりきって今年を締めくくるべく猛スパートをかける。3人の気迫に大食い女王ギャル曽根も負けじと食べ進めるが、果たして4人は完食することはできるのか。その他、ヒロミ53と年内でタレント活動を引退する滝沢秀明36は地元八王子の築60年超えの幼稚園を子供たちのために大改造するヒロミ&タッキー最後のリフォームに挑戦。3年間の集大成として滝沢のヒロミへの思い、さらに自身のタレント活動引退について語る。感動の別れに一同号泣。また泉谷茂70と筧利夫56が巨大チキンに挑むチャレンジグルメ企画や、石原良純56が赤字鉄道を救うべく監督になり、絶景渡らせ渓谷鉄道を世界にアピールする赤字鉄道を救おうなど盛りだくさんの内容となっている。